Hey, boys and girls. はい、どうもこんばんは。いやー、土日がちょっとね、配信できなくて、いや、配信、あれですよ。あれじゃないですよ。伏せ字は、決してね、ちょっと悪い意味ではないですよ。はい。ちょっとね、最近体が痛くてあれだったんですけど、はい、戻ってまいりました。どうもこんばんは。第4期初心者大使の、ドラクエ10の第4期初心者大使の内藤でございます。下ネタのタイトルではございません。タイトルにすると、なんかね、ネタバレになるかなと思って、そう。だから、いやらしくないわ ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとね、これ、人だけ借りたくて。人を借りたい。ので、ちょっと待ってくださいね。僧侶いるかな。あ、ここで設定されました。あんよさん、おすすめの生放送です。ありがとうございます。あんよさん、ありがとうございます。レンタル彼氏？あ、なんかレンタル彼氏ってなんだっけ？なんだっけ？そういう小説なかったでしたっけ？映画とか。あ、違う。あれ、携帯彼氏か。あれ？レンタル彼氏ってなんか なかったっけ？エロピーでもございません。健全な放送でございます。はい。どうしようかな。戦士にしようかな。いやー、いよいよ明日は、あれですね。DQ10TV。21時から DQ10TV でございます。あ、でも G も総理終わっちゃう。そう、声優さんがゲストで来てくださいます。あと、3期初心者大使の愛希様とお稲荷さんが来てくださいます。はい。明日でね、もう4期の大使が、明日で4期大使が公式放送で、なんだろう、通常回で出るのは現役最後の回なので、はい。あ、お稲荷様は違う。失礼しました。お稲荷さん、和成さんです。はい。どこかの坂口さんが、はい、来てくださいます。いやー、そうなんですよね。卒業前の最後の公式放送なんで、いや、留年はしません。はい。いやー、ねえ、なんかどうしよう。泣くのかな？でもそんなに、なんだろう。あれがない。実感がないです。はい。どうなんだろうな。賢者にしよう。留年あるかも？23日泣くのかな？なんか、いろんな人に、そう、いろんな人ってか、いろんなコメント？ で、そう、なんか、さやぴんは泣くでしょうっていうコメントがあるんですけど、どうなんだろうな。そう、201さんがね、泣いてたのはね、びっくりしました、私も。ちょっとお金だけ預けてから行こうかな。でもね、なんか、みんなが泣いてるの見たら笑っちゃうかもしんない。あ、こちらありがとうございます。ひろじろうさん。今日は下ネタなしです。今日も下ネタなしです。内藤のドラクエ生配信見てねと、ありがとうございます。そう、なんかね、いや、卒業が決まった日の、なんだろう、ドラクエの生放送中、通常回 DQ10TV の生放送中に、第4期大使大宴会？ん？大宴会？
宴会なんだっけ、なんかそれの画像が出てきた時に私はちょっとやばくて、あの画像はやばいって思いました。え？あ、大団円か。大団円か。あ、そう、大団円ってね、その時に初めて見た言葉でした。はい。宴会じゃなかった。そう。大団円ね。了解。はい。そうね、宴会は終わった後に。そうです。楽しみたい。そうよ、かおちゃんは、とりあえず、卒業試験前にお酒を飲まないようにみんなで見張ってようと思います。はい。いやー、そうちゃん、こっち、こんばんは。あ、明日の宣伝放送コメントで書こう。明日、21時から、BQ10TV です。そう、しかも明日は、バージョン 2.、バージョン 3.2 が、見るケロ、ありがとうございます。ね、そう、バージョン 3.2 の情報がね、解禁なんで、もうね、しかも私も、そこまで進んでるので、今日ね、〇〇さんに〇〇を、〇〇したら、もうね、結構そこまでいけるので、そう、やっと新情報を楽しみにする時が来たと思って。いやーねー、本当に楽しみ。はい。いやー、マジで本当どうなんだろう。途中まで行ったからな。それ4期全員行ってる。いや、そうですよね。だって、なんかね、そう、なんかやってないことっていうか、エステラさんに人形を渡すみたいな。クエストなのかな？私ね、M1 見てないんですよ。だから、ちょっとね、M1 見なきゃ。はい。あ、でもね、あれでしょ？チケラッチョ、ハゲラッチョの人が。はい。優勝したんでしたっけ？確か。セーピーの卒業試験、G を手で1分間掴む。あ、無理だ。無理だ。いやでもね、チケラッチ、ハゲラッチさん好きですよ。どこにいたのかな？そう、斎藤さんですよね。うん。あの人、どんな見た人だっけな？そう、名前はトレンディエンジェルさん？エンジェル。ね、エンジェル感があんまり。はい。そう、テンポいいですよね。あの方たち。このままいけるかな？ちょっと飛ぼう。エンジェル大山？何それ。どこだっけ？ここだっけ？でもね、私的にはね、やっぱりね、そう、芸人さんはね、もっともっと、昔レッドカーペットとか、レッドシアターとか、若手さんがいっぱい出るテレビ番組がいっぱいあったんで、そう、なんかね、またそういう番組が始まってほしいなと思って。レッドカーペット大好きなんですもん、本当に。ラブ。あ、そう、エンタの神様。昔エンタの神様って毎週ありましたよね。確か。ね。あー、ドリフで止まってる。なるほど。ドリフ
懐かしいな。出た、ここね、なんかあれみたいですよね。にゃんこの顔。これが、ちょっと待って。これがにゃんこのあばら骨で、これがにゃんこの顔。みたいですよね。え？あ、ボケブラ天国わかります。え、グロいかな？あばら怖い。あれ、道がわかんなくなっちゃった。猫の開き。お、さっきクリアしたばっかり。おー。いやね、コメントでね、その卒業が決まってから、さっき卒業してもドラクエ続けてねっていうコメントがあるんですけど、いや逆にね、新情報があるたんびに私は、きっとバザーなどに一番最初に行く人物の一人となると思います。はい。本当にね、楽しいですよ。しかも、やっとこうやって追いついたからこそ、新情報が楽しみになる。はい。あ、そう。転売屋？お、みんなが大好き、べさわきさん。ムービーなのかな？はい。あれ？お？持ってない。え？これって何でもいいのかな？いや、エステラ美しいですよね。はい。人形何でもいい？あ、私ね、そう、吉本新喜劇もよく見てます。でも今東京ではあれですよね、夜中にありますよね。木曜日とかの。木曜日だっけ？うん。ここどこどこ？誰？なんだここ。どこ誰だ。さっきはちょっとね、鼻水が止まんなくて、すごい鼻がかゆい。飛び降りる。ああ、ヒュンとした。でもね、こうやって飛び降りてヒュンって一番するところはジュレットですね。私的に。結構ね、ネギとかで階段のところから飛び降りるのかなと思ったら、ネギは飛び降りれなくて、でもその分ね、ジュレで、そう、飛び降りると一番ヒュンってしますね。はい。これ、どっち？こっちか。こっち。飛び降り形状し。でもね、高いとこ苦手なんですよね。あのね、バンジーとか多分ね、一生できないと思う。あ、戻ってきちゃった。あれ？階段を下ったような。あー、着いた。バザーに、ジェットコースター？いや、ジェットコースターはね、あ、もうダメ。苦手。もうね、ジェットコースターは見ただけでちょっとおえつがしてくる。の、なんか高いで、なんか高いところ、あの、速いやつ、なんか動きがピューンって速いやつ、ヒュンってなるやつ、
だもうめっちゃ苦手なんですよ。あと、暗いとこ、狭いとこが嫌いです。だから、お化け屋敷とかも、ああ、ほんとダメ。はい。マカオバンジー？マカオ？マカオってアメリカだっけ？スカイダイビング、ああ、怖い怖い怖い。いや、観覧車、私観覧車とか怖くて。センターオブジアスね、もうダメです。はい。洞窟も怖い。なんかね、デートとかで夜の観覧車ってやっぱり女子言うじゃないですか。いや、私はね、絶対無理ですね。怖いし、高いとこなのに暗いし。はい。それもね、あのね、アリーナさん、観覧車は年取ると怖くなったっていうコメントがあるんですけど、そう、私もそう。なんか昔は全然、あら、バザーがない。全然大丈夫だったんですけど、今怖くて仕方ないもん。あとはね、何が怖いかな。あ、吊り橋？私でもね、おばあちゃん家の山奥、おばあちゃん家の近くの山奥にある吊り橋、一回だけ行って、なんか往復するのが怖かったな。なんか、吊り橋も怖い。なんか、下が見えるのが嫌だ。だからガラス張りとかも嫌いです。はい。ヒューザさんから、観覧車に一緒に乗ろうと誘われたら、あー、断るかな。だって怖いもん。はい。いやー、ほんと怖い。バコーと、ありがとうございます。こんばんは。スカイツリー、あ、私ね、スカイツリーでもね、2回ぐらい行きました。でも高くて、なんだろう。あんまり、なんかね、スカイツリーってガラス張りのとかあるじゃないですか。あれが、もう怖くて、ふぅ。なんか背中がゾクッとしました。あれ、あのガラス張り歩いた瞬間に。そう。でね、そこで、これ、あの、と、一緒にいた、家族で行ったんですけど、お母さんに、あの、これ下から見てる人、私とかがみんなスカート履いてたら、パンツ丸めえやなって言ったら、いや、そんな遠いとこ、なんかね、地上から遠いところにいるのに、パンツ見える人ええやろって言われて。そう。でもね、なんかやっぱガラス張りだとね、気に、なんかちょっと私気になっちゃいましたね、そこが。はい。そう、すごい視力やなって言われました。何の話やない。そうやって何の話やろ。お金を引き出す。無理手届かありがとうございます。でもね、普段スカート履かないんですよね。動きにくいし。買いに来た。これ、どんな人形でもいいかな？人形って家具？あ、ドール？あ、違うわ。え、家具？家具。人形。え、これ何でもいいのかな？あ、ぬいぐるみ。象ではなくぬいぐるみ。こういう系？あら、かわ。高いそう、なんか高いかな。あ、リーズ。高っ！どれが安いんやろ？ちょっと。値段順にとか出てこんのかな、これ。どれが安いかな？
うカーペットとかかな、ここら辺は。この辺はやっぱりあれやな。あとは、ああ、出てきたと思って、ゾウやな、やっぱり。ゾウね。ゾウ。人形がなかなか。あ、ぬいぐるみ高くなったんですね。大山さんの家から盗もう。それもいいな。それもいいけど多分持ってこれないですね。はい。人形がなかなか見つかんない。やば、99個とかある。人形で見直し？あるのかな？種別順。ないな。人形。もうこっから、ペッペペッペ見ていくか。高っ、マジか、高っ、あー高い。ドワーフが安いんですか。ドワーフ、ドワーフ、あ、これ、あ、いっぱいある方が、あー高い、あー高い、めっちゃ高いし、あ、こっちもある。おお、おお、ちっちゃい、ちっちゃい方。セピアは高い？てこゾウでしょ？あ、ここにもあった。あー、ちょっとは安くなったの。あああーやって、あれ、これってあれかな、なんだっけ、どっから、お店では売ってないんですよね。あ、鼻がかゆい。これピースってなんだろう。あー、高いな。あ、安い。あ、でもこれ人形じゃないのかな。延長しとこう。延長できました。はい、Thank you。あ、これ違う。これは、ぬいぐるみではない。延長ありがとうございます。1、10、100。もうこれ、どうしようかな、安いし。顔が男？あ、でも、上で言うのは安い。あ、エルフの男安い。あ、エルフの女安い。
福利ポ男ね、エルフの男安いですね。あ、ドア女、ドア女、ドア女にしよう。それでも結構しますね。ゴールド銀行引き出す。サヤピー安い。安くない、安くない、安くない。ドア女、ドア女にします。買いにとか言って次もなかったりして、いや次なかったら泣くぞ。ドア女、よし変えた。よし完璧、壁感、よし。ほぼ、え、三ついるの？三つもいるの？三種類。あ、間違えた。うえっそ。めっちゃお金が。一個はうさこ？別々に三つ？そんなに？なにうさこって。引き出す。クマ？え、これドワーフだったらドワオとドワコじゃダメなんですかね。あ、転生のレアドロ。おい。でも転生モンスター出るのかな、まず。ギョースピさんから一個何かもらってなかったっけ、立ち見えさん。いや、さすがにリゼロッタあげたくはないな。はい。逃げるんだ。あ、すぐ出る。お。あ、後で回収はできる？おぉ。じゃあ、ドアを買ったから次は。あ、倒さなくても、あ、そっか。盗むってやつがあればいいやつ？家具。この辺どうなんだ。あー、おーおーおー、あららおーおー、やっぱドワーフかな。いや、ちなみに私の推しのタッチはタカ。高い、推し面のタッチ高い。ウサギとかどうなんだ。クマが安い。ほい、高いやん。めっちゃ高かった今。あーあー、どう、あらー、セラフィー安い。え、うそ。タキシードクマって何？あー、でも高いな。やっぱ種族かな。セピアは高いって言ってたから、さっきドア女を買ったから次ドアオかな。ドアオが22で
28。L を高い。いや、L 子も高い高い。メリオ高い。やっぱドア男かな。ドア男。はい、買いました。でもね、あれ取りに行くのもあれなんだよな。全財産使わない使わない使わない。ここら辺は違うでしょ。529333。お、いいね、ありがとう。あ、28福を。よし、やっぱ転生狩りしよっか、せっかくだし。なんだっけ、香水。香水。育まない。なんだっけ。あ、奇跡か。2個買いました。え、買ったはず。あ、ほら。ドア女、ドア男。はい。え、で、なんだっけ？偽。どこだっけ？さっきコメント遡ろう。メルサンデー。メルサンディ。メルサンディ。あれだ、カオちゃんが歌ってた歌だ。メルサンディってやつだ。じゃあ、転職しよっかな。穀物地帯。はーい。なんかね、鼻水がすごく出るせいか、めっちゃ喉が渇くんですよね。あ、穀倉地帯って読むんですか？あれ？穀物。あれ？マグカップかわいいでしょ。ムーミン。ムーミン。転職した。する。あ、重い。あ。盗賊。え、盗めるかな？おーい。おーい。あー！露出鏡！さあ、OK。メルサンディは、ここからはいけるですよね。確か。あ、バシッコ使っちゃおうかな。そう、490。イエーイ。ちょっと今日声がね、ちょっとガラガラして、ちょっとね、おじ声なうなんですけど。はい。偽りのメルサンディ。はい。はい。はい。おじぴー。わ、久しぶりに来た。ほんとだ、国葬隊だ。ああ、ここでも、あれ、ここでも、あれ乗れるんや。あ、どっか行った。ちょっとね、これを。
エアコンビビッとつけましょう。はい、レディゴー。あ、勇者姫の椅子買えばよかった。ズコー。この、国葬、国、ん？あ、ここが国葬なんとかか。あー、無限編か。あ、いた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 、これだ。あー、違う。使う。リアクションが古い。嘘。サポ、あ、サポ出してこ。積極的に出してこ。あー、変なの来た。やばいかも。あー、現れた。盗む。これか。あ、盗んだ？もう一丁盗む？あー、倒された。あー、元気？お、あ、いらない。あ、そうか、転生か。あー、そうだ。あ、でも転生、あれ、これ転生？どっちか。あ、両方普通の人だ。でもね、とりあえず盗んどこ。あー、何も盗めない。倒すの早いよ。ちょっとね、こうしとこう。よし。あ、天使は光る。あー、ピンクっぽいのが出てくる。おー、とりあえず盗もう。お、盗んだぜ。お、盗んだ。こうやって2回盗めるのかな。あ、もう盗めない。あー、もう盗めない。じゃあいいや。盗めない、じゃあいいやって残酷だな。今自分で言って思った。よし。あ、いらない。なんか久しぶりにこの音楽聞いた気がする。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。今までなんかボス戦さ、バージョン 3.1 とかだったから。お、応援ありがとう。よし。あ、盗めなかった。ありがとう。いたぞいたぞ、ちっこいのがいたぞ。あ、おー、現れない。なんかすぐ出るって言われたのに、なんでだろう。セピ卒業おめでとう。まだ卒業してないな。まだ卒業してないな。明日が任期中最後の公式放送です。はい。え、騙された？あれ、まさかあれかな。ボス戦が虫だった時のような、リスナーさんの結束力みたいな。あ、盗んだ。あ、ここから盗んない。あ、ありがとうございます、だって。泣く練習？いやー、泣かないでしょ。あ、そうね、ドルボード黒くしたの。かっこいいでしょ？黒大好き。かっこいい。なんかね、これ最初ね、白もなんかね、レトロっぽくて可愛いなと思ったんですよ。座席とかがなんか2色色使いができて、白と黒でフォルムを白にしようと思ったら、
あ、ウール、白にしようと思って、なんかレトロっぽくて可愛いなと思ったんですけど、でもね、やっぱ黒かっこいいなと思って、はい。あー来た、うるさい、うるさこ来たー、テンション上がった、あーうさこ、あ、逃げちゃった、チャンス、あ、なにこれ、かっこいいよ、あ、来た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 、あー来たー、えいえいし、よっしゃ、持ってるわー、持ってるわー、よっしゃね。いや、盗みいいですね。盗賊とか多分2回目くらい。うん。かっこいい。何飲んでるの？なんかね、生姜湯です。なんかね、冷たい生姜湯だから、あったか、なんかね、体が温まるか温まらんか、ちょっとよくわかんないですけど、生姜湯？生姜湯ってか、もう冷たくなっちゃったから生姜水みたいな。焼酎じゃないですよ。あー、コミュニティ登録ありがとうございます。焼酎飲まないですよ。そう、生姜湯、生姜湯好きです。最近ね、ほんとお茶より生姜湯飲んでます。なんか、そう、あ、ねねね、あ、ねね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 、あの、ねね、あの、私、あの、あれ、あれ、なんだっけ、リスナーさんにウルキンソンのあの、生姜ジンジャーエールをおすすめしてもらって、この間配信でそれ飲んだんですよ。めっちゃ美味しかった。あれ、ほんと美味しいですね。びっくりした。いや、なんか最初、そう、辛口。そう、私、ほんと辛口のジンジャーエール好きで。で、最初、いつも通りに、パッて開けて、瓶で、グビグビ飲んだらもうむせちゃって、あーってなって、喉が。そう、すっごいむせました。はい。辛ってなって。いやー、でもね、美味しかった。それはすごく言いたくて、美味しかったってこと。そう。ね。あ、温めると美味しい。ええー。あ、そうそう、スーパーで、そうそうそう、80円くらいでしたね。安かった。めっちゃ美味しかったんです、あれ。本当にハマりました。はい。うん。いやー、美味しい。でもね、そう、すごくむせる。はい。本当にあれ美味しい。うん。私も今一番おすすめの飲み物です。はい。あ、この間東京行った時、聖夜行った。いやー、細麺バリカタ、油抜き。私のいつもの食べ方です。はい。あ、逆だった。そう、ボミエさん、あ、違う、ボエシルさん、ボミエってなんだっけ。あ、ツイッターでアップ、あ、でもね、今お家にないから、ちょっとじゃあ明日買おう。はい。じゃあ大晦日ね、放送したいんですけど、ですけど、実家に、そう、年末からずっと成人の日の成人式までずっと実家なんで、そう、荷物がすごくいっぱいあって、スーツケース、あのね、パソコン持って帰るとスーツケース半分埋まっちゃうんで、そう、今回はちょっとね、
卒業もしたから一旦置いて帰ろうかなと。で、帰省する前に配信をして、そうそうそう、プリンターではね、あれお父さんの仕事場なんで、仕事場っていうか、あの残業じゃない、なんでっけ、お家でするあれなんですよ。でもね、成人式でね、着物着たりするんで、はい、うん、楽しみ。あ、書斎？あ、そうだ、ムービー？ここ？はーい。ほい。いやでもね、その分ツイッターとかいろいろこういっぱい更新はねしていきたいと思います。これはね、私が授業中に描いた絵です。はい。プレゼント for you。ベタ褒め。あ、そう、これね、ヨスピさんもいるんです。あ、だから3体なんだ。はい、あ、これ一気に全部、あ、なるほどね。うん、あ、でもドアのぬいぐるみめっちゃかわいい。これ揃うとかわいいな。ほっぺがあるのかわいい。で、ここ、え、これどの、あ、こういうのかわいい。こういうぬいぐるみかわいい、かわいい。Thank you。 あ、ムービーかな。ムービーじゃない、ムービーじゃなかったです。ポッ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 、イエーイ、オッケー。え、ぬいぐるみ見れるかな。あ、いた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 、こんな感じ。いや待って、小学生って授業中に絵描いたりするよね。大学生でもします。はい、座りたいから、座るってどれだ、あ、一回出てもう一回中に入る。え、ドアめっちゃかわいい。いいね。一回外出て。でも大学はね、12月1月が一番大変なんですよね。そう、なぜか。よし。右かな？あ、来
来た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 。うん。おうおうおう。なんだこの人。大丈夫？急に名前を。グベヌ。おう。ちょっと私こういう感覚いやすごいなんかなかなかすごいとこ見てた あこれはかわいい。うん、こういうのがリッキーさんの趣味。なるほど。前のリンちゃんもリッキーさんの、こちらの方がリッキーさんの趣味でしたね。こちらの方が。はい。そちらのね、はい、あのボンってしてる方がね、はい、お、なんかくれる、あ、スキマシのあれもらったー、あ、これもいいのかな、スキルブック、まあでもね、時代は時代の最先端は、はい、薄型ですから、はい、もうスマホ買ってね、薄型がどんどん流行ってますからね、スマホ、パソコン、デジカメ、はい、ということでクリア、よし、そう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 、そうスペースをね、はい、いかに、そう狭いスペースでね、場所を取れるかっていうね。はい、ポジティブ、はい、サヤピーの P はポジティブの P、 あららら、どこだここ、あ、さっきも来た、サヤピー泣いていいぞ、ちょっとね放送終わってから今日ね、ちょっとね枕を濡らしたいと思います、はい こう下る。よだれ？いや、私ね、寝言と歯ぎしりはするけど、よだれはしないな。生まれて11年、あれ、あと私の9年はどこ行ったんだろう。私はね、生まれて20年です、はい、あ、これ飛べるかな、あれ、これは開いてないのかな、そう、食べ物の夢見てるのかな、歯ぎしり、そう、寝言はね、そう、なんかね、自分の声で起きたりする。なんかね、あの、寝てて、なんか、うわーつって起きて、そうそうそう。そういうのが、ね、あったんですよね。なんかね、地震で、三つ葉の屋根が崩れる夢を見て、怖かったー。うなされたー。そう、あと夢で、待ってー
って起きて、自分の声で、そうそうそう、目が覚めたり、そう。なんかね、単語ポンって言って起きたりするんですよね、よく。もう食べれないとか言ってそう。あるかも。ちょっと延長しとこう。はい、オッケー。いや、私だから本当に、なんか4期で合宿行こうみたいなこと言ってるんですけど、それが怖いんですよね。歯ぎしり、寝言、寝相。あ、4期なら見ますよ、よく。え、めっちゃ面白い人いる、立ち見りんさん。自分のおならで起きたことある。やば。いや、面白い。それは面白いや。え、4人で寝ないの？え、合宿ってみんなで寝るもんじゃないの？そう、それが怖いんだよな。かおちゃん？いや、私ね、何回かかおちゃん寝てるとこ見たことあるけど、静かですよ。はい。え、雑魚毛はないかな？男女別？そうなんや。スキマスのとこに行こう。足がつって起きる。あ、私はね、2回ぐらいあります。足つって起きたこと。そう。なんかね、足が、なんか夜クーラーつけたまま寝て、足がすごい冷えて、それでつったっていうことがありますね。え、幽体離脱してた？え、マジ？私、幽体離脱も、金縛りもないんですよ。あ、足組んで寝ると落ちる夢見る。立ち見しーさん。へぇー。そうなんや。あ、でも私もあったかも。なんか、具合悪くて、保健室に、なんか、いつだっけ？あれ、中学校ぐらいかな。具合悪くて、保健室で寝てたときに、あの、なんかすごいマウンテンバイクで、なんだろう、山？結構、なんだろう、岩山みたいなの登ってて、で、ガーって登ってたのに、なんか上から、なんか砂みたいなのかけられて、バーンって落ちる夢見て、その時に保健室なのに、うわーって言って起きて、そう、なんか大丈夫なら戻りなさいみたいなこと言われたな。そう、落ちる夢はリアルに足がググってなって起きるかも。そう。いや、金縛りってどんな感じなんだろう。友達がよく金縛り合うって言ってるんですよね。そう、だから、ちょっと怖いから絶対うち来ないでほしいなって思ってるんですけど、金縛りって本当に動かなくなるんですか？なんかあれ、金縛りもなんか夢なんじゃないかなみたいな。そう、金縛りだってさ、金縛りに会うと幽霊が出るんでしょ？なんか、夢ではない、リアルなんや。首以外が動かなくなる。そう、私ね、幽霊が本当に怖いから、だから今こうやって幽霊の話するじゃないですか。あ、もうリアルに怖くて、もう無理ですもん、もうなんか。本当に。今日は絶対多分ね、電気消して寝れない。なんかね、本当怖いんだ。頭は起きて体が寝てる状態？声も出ない。あー。大丈夫。怖い怖い。いや、金縛り怖い。え、龍田さんよくなるんですか？金縛り？怖っ。謙虚に消えてった。よし。金縛りとお化けは関係ない。嘘。
弓かな。え、龍座さんは幽霊に追いかけられてた。やば。怖っ。集まってくる。あ、じゃあやめた。じゃあやめた。なんか背中が怖いや。どうしようかな。私お金預けて売ろ。え、パンって手を叩いて響かなかったらいる？あ、めっちゃ響いてる。あ、もう超響いてる。あ、もうこれは大丈夫だ。めっちゃ響いた。いや、もう超大丈夫。これもう逆にいないや。迷惑。響いた響いた。いや、響いた。なんか窓が振動してる。いや、今ね、みんな叩いてますよね、きっと。はい。いよし。はい。はい、怖いから、これで終わり。はい。美味しい。いやでもね、ほら、あの心が清いから恨まれることしてないから全然オッケー、大丈夫、オッケー。2590。いや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 。いや、清いですよ。この恨まれることして、しないもん。青山の心を持て遊んだ。いや、持て遊んでないですよ。これはね。あれよ。あ、待って。あ、迷惑メール来た。迷惑、やばい。なんか変な迷惑メール来た。やばいね。え、なんかこの下着はどうですかっていうメールと、全身脱毛どうなんでしょうっていうのと、どうですかっていうやつと、あ、やばいやばい、返信しそうになった。200万円が届いておりますってやつ。なんだこれ。あ、大山さん、あ、でも私、大山さんにアドレス教えてないですよ、確か。はい。ね、200万すごいですよね。うふふ。いや、多分、あの、LINE はね、みんな交換してるけど、はい。でもね、LINE があるとさ、電話番号とかメアドとか、あんま、そう、交換しなくないですか？だって。うん。あ、自由とかおちゃん？もう知らないな。うん。あ、でもかおちゃんは知ってる。なんか、そう、4期でご飯を食べに行ったときに、なんか LINE の通話の電波が悪くて、で番号で電話したんで、かおちゃんは、そう、知ってるかな。
でもね、寝坊、一番面白かったのが、私が寝坊したときに、1分ごとに、大山さん、自由かおちゃんから LINE で電話かかってきたときは、いや、本当にちょっとごめんなさいって思いました。はい。リアル寝坊をね、したときに。そう、電話もね、LINE なんですよね、最近は。はい。そう、すごい、もう本当にね、もうみんな優しいんですよ、陽気。いや、本当優しい。はい。私ね、なんかね、最近、そう、寒くなってから、なんか眠気が止まんなくなっちゃうんですよね。はーい。なんでだろうね。最近毎日すごく眠、すっごい寝ても眠気が取れなかったり。うん、あ、なにこれ、1個20円くらい。あ、でもこれだったら、あれかな？お店かな？冬眠？そう、なんかね、ほんとって最近冬眠したくてダメです。はい。しかも寒いから布団から出たくない。よいしょ。あ、わかるってコメントが。いやー、ほんとにもうわかるって言ってくれた方みんな大好きです。はい。いや、本当に最近すごく眠ったくて。いや、本当にこたつでね、もう本当こたつの中に住みたい。なんか許容範囲、行動範囲全部こたつで行きたい。はい。8600。でね、私去年はこたつ出してたんですけど、今年はね、もうこたつ、もうなんかね、こたつがあると、そう、部屋の、なんだろう、スペースが全然なさすぎて、そう、しかも絶対こたつから出れないから、多分私こたつ出したら終わるなと思って、今年はこたつ出さない計画を立てております。はい。でもね、なんかね、この部屋すごい床冷えっていうんですか？すごい床、スースーするんですよね。寒くて。ねえ、超わかるっていうね、もうすごいもうわかるってコメントがあって、いや、ほんとですよ、もうね、いいな。あ、ホットカーペット、それはやばいかも。あー、こたつみかん。いや、私ね、こたつみかんより、水羊羹とアイスです。こたつで、食べるの好きなの。でも私ね、みかんをね、レンジでチンして食べるの好きなんですよ。美味しい。この綺麗。ちょっと紅茶入れてくる。いってらっしゃい。え？みかんでレンジでチンして食べると美味しいですよ。はい。いや、なんだろう。なんか私おじいちゃんがやってて、なんかレンジでチンした方が、そう、なんかね、甘い気がする。うん。そう、水羊羹は冬にしか食べないですね。なんか福井だけっていうのも聞いたんですけど、でも私は冬にしか食べたことないな。いや、爆発しない。何ぐらいだっけ？ 1 分ぐらい温めるんでしたっけ？いや、30秒か1分。30秒か1分のどっちか。はい。そうそうそう、皮のまま。普通にみかんを網からピッと出して、レンジでポンって入れて、時間ピッて設定してピッて押すとチーンってなるじゃないですか。そう、それをね、あ、1分はダメ？あ、じゃあ30秒か。
それで、そのまま皮むいて食べると美味しいです。あ、ほんとほんと。あ、みかんを揉む。あ、確かに確かに。あ、そうそうそう。私もね、昔、おばあちゃん家でストーブに乗せてて、そう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 。いや、爆発ね。いや、そんなにね、温めない限り、ボーンってはならん気もするけど、はい。紅茶？紅茶好きです。はい。あのね、コーヒーが苦くて飲めないので、紅茶が好きです。あとね、高いけど、ハウスみかんがすごく好きです。あれ美味しいですよね。何って言って、私普通のアールグレイとかが好きです。あとはジャスミン茶とかも好きです。はい。あとは、なんだろう、お茶屋さんに売ってる緑色の濃いお茶が好きです。ミルクは入れないで、そのままピーって飲んじゃう。うん。砂糖入れて、ぐーっと。何、白桃紅茶？何それ、美味しそう。いいな、みかんがいっぱい送られてくる。いいな。いや、いいな。みかん食べたい。オレンジペコ？初めて聞いた。あ、デコポンは、デコポン大好きです。オレンジティー。あ、抹茶は好きです。苦いけど抹茶は好きだな。オレンジティー？オレンジティー飲んだことないな。抹茶アイスね、美味しいですね。濃い抹茶とか好きです。イナゴ？え、食べない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 。食べない食べない、食べ物じゃないもん。ダメよ。ダメダメ。パクったパクった。いや、でも食べないですね、イナゴ。やだ。つくだに？つくだにはね、あれだな、小魚のつくだにとか、あと、くるみとか、が好きです。あと、そう。今日夜ご飯塩辛と餃子を食べました。手作りの餃子と、あとは普通の、あ、ちょっと待って、自由から LINE が来た。そう、塩辛と餃子美味しい。あ、みかんはレンジで30秒。なるほど、ありがとうございます。そう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 、塩辛はね、美味しいよ。野菜、あ、でもね、餃子ちゃんと昨日ね、作って冷凍して今日ジューって焼いて食べました。うん、でも私あれだな、あったかいみかんも好きやけど、あれ焼く系？焼く系だったらリンゴを焼いて食べるの好きです。リンゴになんか砂糖ちょこっとペペペペって少しだけまぶしてジューって焼いて、そのまま食べたり、ホットケーキと食べたり、あれ美味しいですね。焼きリンゴ、そう、美味しい。え、メアリンゴさんは焼いちゃえばいいでしょ。そう、リンゴに焼き入れるの好きです。シナモンね、食べれないんです。なんかね、シナモンは、やばい。なんか匂いがふーってなるから、なんか、シナモンってすごいですよね。鼻からふーって抜ける匂いが、ちょっとすごくて食べれないんですよ。はい。
そう、昔から食べれなくて。ちょっとシナモンアップルパイはもったいない。はい。あ、引き出さない。そうだからね、私ね、舞子様のね、お母さんのカレーを食べたいんだけど、シナモンが入ってるんじゃないかっていう、あれがあるからね、ちょっと怖いんですよね。カレーにシナモンって聞いたことない。シナモンって甘い、そうそう、甘い、なんか、あれ、なんかパンとかにかけるやつですよね。はい。私、カレーはね、甘口が好きです。美味しいから。あー、八つ橋ね。私も八つ橋、え？安、ん？や、安、ん？八つ橋？すごい好きなんですけど、シナモンがかかってるやつは、ちょっと苦手なんですよね。角煮にシナモン、やば。日記？日、あ、日記って飴のあれですか？日記飴みたいな。あれ、特訓なってた。あ、でもね、八つ橋といえば、あれだな、や、なんだっけ、焼き八つ橋だっけ、八つ橋の皮を焼いたやつがすごく美味しかったです。前、京都で食べたくて、食べたやつで、めっちゃ美味しかったです。あ、ハッカー飴ダメ、スーッとするから。苦手だ。選手で預けとこうかな。でもなんかね、ビールとかシナモンとかハッカとか、そう、大人の味覚になると美味しく感じるのかなみたいな。あー、チョコミントも苦手です。なんかスーってしたり苦いのが苦手なんだよな。納豆は大好きです。はい。あんた大人になったやないかいって。そう、大人ですよ。でも納豆はすごい好きで、二日に一遍は絶対食べます。はい。ゴーヤダメー、苦ーい。ピーマンもダメだ。人参もダメ。はい。見た目は大人、味覚だけ大人、全部大人。はい。あ、ブロッコリー好き。はい。でも好きな野菜はキュウリだな。本当にキュウリ美味しい。あとトマト。私ね、ブロッコリーはカッパかって言われた。あ、ふりかけ何味？私ね、あれ好き。すき焼き味のふりかけ。いや、ほんとに美味しいの、あれ。私ね、ブロッコリーはマヨネーズより醤油かけて食べるのが好きです。ちょっと大人っぽいでしょ？え、知ってますか？すき焼き味のふりかけ。あれめっちゃ美味しいんですよ。あれすごい好きです。で、その次に好きなのは、焼きみりん？あ、焼きみりんじゃなかった。なんだっけ、かつおみりんです。はい。そう、福井はソースカツ丼が有名です。はい。
のりたま、ああ、のりたまも好きだけど、あんまり食べないかな。あ、サバの丸焼き好きです。ジューシーで。あの、あれ、なんだっけ、大根おろしつけて食べるのが好きです。はい。あとね、焼きサバ寿司とか。でもあれだ、なんだっけ、人にこの間びっくりされたのが、私、ピーマンとか人参とか、結構そういうのが苦手なんですけど、お刺身食べるときに、わさびを大量に入れるんですよ、私。本当に。醤油が、なんだろう、醤油が10としたら、8ぐらいわさび入れるんですよ、対比にすると。はい。すんごい大量にわさび入れるんで、わさび大、それ大丈夫なの?みたいな。そう言われるんですよ。でもね、それが美味しいんですよね。なんかもう。よし。鼻が痛く直前までツーンってくるのが好きです。うん。山葵っていいんですか？そう、今日はまずそのエステラさんにね、ぬいぐるみを渡すの、いや、渡すやつと、物を売ろうとしたので、あと明日の宣伝？あ、山葵はわさび？嘘。本当や、知らんかった。そしてね、今日はこのくらいにしておきましょう。いや、山の葵なんだ。なにこれ、山宿？わかんないよ。すごいね、やっぱり漢字難しいな。でね、また明日 DQ10TV でお会いできたらなと思います。明日普通に学校の後にそのままピーンと行くんでね、頑張ります。学校もね、 DQ10 も。はい。あ、山椒って読む。山椒？あ、魚？山椒ありますね。よし。あー、結構お金も貯まった。ということで、ちょっとね、はい、土日配信できなかったんですけど、はい、やっと今日配信することができました。そんでもって明日は21時から、DQ10TV バージョン 3.2 の情報が解禁されます。はい、明日、大山さんと会います。で、自由とかおちゃんとも会います。はい。明日21時から、新情報などなど。そして、4期初心者大使の最後の、現役最後の公式放送なので、ぜひそこら辺も見ていただけると、はい。嬉しいです。いやー、明日で、いよいよね、明日で通常回の公式放送か、最後か。いや、明日は卒業式じゃないですよ。あ、明日は卒業式じゃないですよ。はい。いやーねー、本当に。明日で最後だ。明日、大山さん泣くかなー。ふり。いや、そう。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。いやー、ちょっと声が震えてきましたよ。そう、大山さん泣かしに行きましょう、みんなで。はい。
そう、明日がね、4期最後の初心者大使の最後の公式放送なんでね、本当に、ね、現役最後なんで、もう、ね、4期で楽しく課題報告なり、できたらいいと思います。明日も喋れるように頑張るぞそうね、龍座さんね、龍座さんは超えたい。そして多分、超えたかなはい。いや、卒業試験ね、頑張ろう、卒業試験も。卒業試験はちなみに今月の23日にあります。それは第1部の六本木のニコファーレで、お客さんを入れて、はい、行います。はい。いや、何するかね、全くわかんないんですよね。何するんだろう。怖いなぁ。レグナード？いや、絶対無理な気がする。私無理だ。レグナードはだって強いもん。今日も23日、天皇の誕生日の日です。モグラ？ピラ8はクリアしたんですよ、4期で。レグナード？いや、だってあれ結構しんどいよ。アミさんとアーマードバトル。いやいや、それなんか放送事故起こりそう。あ、道具なしでピラ。いやー、怖いな。ピラ。確かに、そう、レグナードね、こないだ惜しかったから、そうなんですよね。はい。いや、大使割っても赤消さないです。なぜならね、もう本当にね、バージョン 3.2、終わりのバージョン 3.3 の、時も放送終わった瞬間にバザに駆け込みたいので、はい、もう少しでオレンジ赤終わりってなるとこだったのに惜しかった。そう、驚きの白さで惜しかった。はい。いやー、本当にオーディションから始まり、半年間頑張ってきて、明日で公式放送最後なので、もう本当に早かったなと思います。でも明日は、ね、23日に向けての準備として頑張りたいと思いますので、明日もよろしくお願いします。はい。そして今日の放送もお付き合いいただきありがとうございます。はい。あと残り15秒。はい。それでは皆さん、寒いですが、頑張って朝布団から出るようにしましょう。ということで今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイ。